コバス TV。 皆さんこんにちは、コバス TV のカズです。いつもご覧いただきありがとうございます。2021年もいよいよ、おしまいということで、今日12月30日に収録をしてますけれども、もう明日1日ということになってしまいました。まあ今年はですね、いろいろありまして、去年も本当にあの不幸があったんですけれども、今年もですね、いろいろありました。まあそれを乗り越えるべくというかね、毎日まあ仕事をしながら、というところなんですけど、8月の1日にですね、愛犬の姫が8歳で亡くなるということで、もう本当にショックが大きかったです。まあ亡くなり方もね、ちょっと、変な亡くなり方というか、医療ミスということではないんですけれども、ちょっとまあお医者さんを間違えちゃったかなっていうところで、僕のまあ判断ミスっていうところもあるのかもしれないんですけれど、とにかく、死なない病気で亡くなってしまったという、まあ、通常はダックスに多い、もともとダックスだったんですけど、ダックスに多いヘルニアを発症しまして、で、まあ、ヘルニアでワンちゃんは死ぬことはありません。付随した病気っていうのが、あるんですけれども、骨髄軟化症っていうようなですね、そういう病気はあるんですけれど、それではなかったんですね。でもそれだったらまだ諦めはちょっとついたんですけど、そういう病気ではなくて、預けた病院でというようなことで、これ以上詳しくは言えないんですけど、そんなことがありまして、とにかく落ち込みました。で、人間の体っていうのはすごいもんでですね、相当ストレスだったんだと思います。で、やっぱり僕の体が今度壊れちゃいました。で、ストレスから来るのが一番大きかったということなんですけれども、膵臓をやられちゃいました。で、この膵臓っていうのはですね、皆さんあんまり本当に日々気にしないようなところだと思います。胃が痛いとか十二指腸が痛いとか頭痛だとか片頭痛だとか、いろいろですね、そういった類のものはあると思うんですけれど、膵臓っていうのは本当に症状が出た時には、遅いとかですね、そういうことを言われている、沈黙の臓器と言われているものであります。で、幸いというと語弊があるかもしれないんですけれども、僕の場合は急性膵炎ということで、膵臓が炎症を起こしちゃったと。何でもそうですけど、臓器に炎症が起こっちゃうと、よろしくはないですね。肝臓もそうですけど、肝炎とか、臓器じゃないですけど、肺に至っては肺炎というような、とにかく炎症が起こるとあまり良くないんですが、僕の場合は膵臓に急激な炎症が起こっちゃいまして、急遽入院という形になりました。で、膵臓っていうのは本当にちっちゃい臓器で、見えにくいところにですね、十二指腸の裏の方に隠れているようなもので、それでもすごく重要なですね、臓器で、インシュリンを出したりですね、そこが壊れちゃうと、インシュリンが出なくなっちゃうと、例えば糖尿病になったりとかですね、とにかくそこの一つが壊れると、どん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 壊れていっちゃって、次はもう腎臓がやられちゃって、腎臓がやられちゃうと今度血をきれいにできないんで、人工透析というような流れになったりですね、いろいろ、とにかくマイナーというか、あんまりこう前に出てこない臓器ではあるんですけれど、非常に重要な臓器だというところです。あまり詳しくは申し上げませんが、それが炎症を起こしちゃったということで、急遽入院となりました。ルーツというかですね、
DNA の中にもしかすると あるのかもしれないです。僕の場合親類がですねやはり、膵臓がんで亡くなったりというような人もいますので、それもあるかもしれないです。ただ私の場合はお酒をいっぱい飲んだりとかということもありません。でお酒をたくさん飲まれる方はリスクがちょっとやっぱり高くなりますんで、可能性はあるんですけど、僕の場合はまあそれもないので、で胆石のが詰まって、膵臓に前炎症が起こっちゃうというそういうのもあるんですけれど、まあ、それでもなくって、まあ、原因が不明というようなことだったので逆に厄介かなということで、もう4ヶ月ちょうど経ったんですけれども、でその膵炎の症状なんですけれども、こう溝打ちのところあたりがですね、急にこう差し込むような痛みになるというか、まあいろいろあるとは思うんですけど、それとまあ背中が痛くなったりとかっていうことで、もう血液検査とCT の造影検査をすれば大体ですね、診断がつくというような、まあ、病気ではあります。でまあ膵臓がんの可能性もあるので、まあ、例えば MRI を取ったりとかですね、そういうことで入院中にいろいろ検査をするという形になっちゃうんですけどね。でまあ食べ物の制限がありますので、とにかく油がつくものはほとんどダメだとかですね、あとカフェインも取れないですし、乳製品もほぼダメだということで、煮物生活というかですね、精進料理のようなものが一番いいということで、まあ、ただこの2ヶ月3ヶ月4ヶ月と経ってきまして、徐々に、まあ、油物とかをですね取るようにはしています。で これ以上その炎症を進めないような、膵臓の炎症を進めないような薬があったりですね、まあ、消化酵素を補うようなとか、まあ、そんないろいろ薬を飲みながらですね、様子を見ながらという感じ、経過観察という形になりましたね。はい。でまあそんな膵炎になっちゃって、で、要因としては一つその愛犬が亡くなったというのがあって、でペットロスっていうのは本当に想像以上に、犬を飼っておられない方には本当にまあ分からない話になっちゃうのかもしれないですけど、それなりの覚悟がやっぱり必要で、飼おうと思うとですね、でさあ亡くなっちゃって、もうこんな悲しい思いをしたくないから犬はもう二度と飼いませんというふうに言われる方もいれば、また飼おうとこういう方もいろいろおられると思いますが、本当に生き物を一度飼い出してそれを失っちゃうと、僕の我々家族の場合はやっぱり次の、新しい命、ワンちゃんがやっぱり必要になったと、もう気持ちの上でもね、自然に犬が必要だということでしょうかね。でたまたまミニチュアダックスの子供が見つかったので、そのワンちゃんを譲っていただこうということで、徳島県の方へ、引き取りに行ったということなんですが、ちょうどその時に僕が膵炎になって入院をして、夫婦でね引き取りに行きたかったんですけど、
僕はベッドの上で痛みと戦っていたというようなことでした。で、家内が一人でですね、徳島まで新幹線レンタカーを使い迎えに行って帰ってきまして、もう7ヶ月にな、生後7ヶ月にもうなります。来年1月の15日で8ヶ月というところになるんですけど、まあ同じ女の子なんですけど、ミニチュアダックスの色も本当にクリームの同じ色でですね、見つかったんですけど、性格はもう本当に同じミニチュアダックスもこんだけ違うかっていうぐらい違いますよね。まあおてんばでおてんばで、まあその代わりまあ寂しがるのは、以前飼ってたその亡くなった姫から比べると全然寂しがらないといいますか、分離不安っていうのが若干若干じゃないですね、分離不安がやっぱり姫にはありましたけど、この新しいニーナっていうワンちゃんには全くないですね。なので助かるといえば助かりますね。分離不安っていうのは本当に飼っておられる方だと分かると思います。本当に大変ですよ。もうちょっと顔を見えないとワン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 ね、泣いちゃってというような、普通普段無駄吠えとかは一切しないんですけど、飼い主の顔が見えなくなっちゃったら急に挙動不審になってしまって、まあ夫婦どちらがいなくてもとにかくワン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 というようなね、そんな分離不安症っていうのがあるんですけど、それだったんですけど、今回のニーナちゃんは全くなく、とにかくまあおてんばです、おもちゃがあれば大丈夫みたいなですね。まあ噛み倒してますけどね、ということなんですね。うちの場合はだからペットロス克服はしてないです。まだ全然無理です。まあ、多分これ1年経っても2年経っても3年経っても姫ちゃんのことは多分もう頭から当然離れないし、もうとにかくその悔しさとか虚しさとかそういうのも多分もうずっと引きずるだろうし、今でも本当に車を運転しながら涙が出ちゃうっていうこともあるぐらいで、なんですけど、今新しいワンちゃんがいるおかげでそれが、まあ随分我々は救われていて、本当にワンちゃんを亡くされた方にね、もう本当もう一度飼われたらどうですかって本当に言いたくなるぐらい、もう環境がねいろいろあるから何ともそれはなんですけど、おすすめはしたいなっていうふうに思いますね。でも年齢も年齢なんで、この子がやっぱり十何年生きるってなってくると、もう最後かなと、次ワンちゃん飼っちゃうと 僕の方が先にほんと行っちゃうんじゃないかなっていうところなので、まあワンちゃん飼うのももう最後かなと思いつつですね、飼っています。まあそんな申し訳ありません、たわいもない話ではあるんですけど、ワンちゃんが一匹亡くなると生活もちょっと変わってしまうし、自分自身の健康っていうのも危ぶまれるようなところもあるっていうことはお伝えしておきたいなと思って、この年末にですね、こんな本当にたわいもない話をして申し訳ないんですがしております。で、もともとですね、横浜の方に住んでいまして、で、まあ、もうすぐ丸3年になります、この湘南の方に引っ越してきまして、で、まあ、湘南は本当にいいところでですね、まあ、辻堂っていうところに私は住んでますが、辻堂も住みやすい町2022の1位というようになっ
ったようにですね、自然に自分たちのライフスタイルに合わせて、いいところないかねっていうふうに探してたらたまたま見つかったというような場所が辻堂だったということで、横浜の青葉区というところに住んでいたんですが、田園都市線というね、恐怖の電車です都内行くのに。もう僕藤ヶ丘というところから乗ってたんですけど、二子玉川ぐらいでもう助けてっていうそんな電車が走ってるところなんですけど、田園都市線、住みやすいって言うのは本当に住みやすいし便利な街ではあるんですけれども、この湘南の辻堂っていうのはですね、なんだろうな、住みやすい、もちろん住みやすいんですけど、それ以上にプラスアルファが本当にいっぱいあるんですね。もうやっぱりまず海があるっていうのは、やっぱり人間は海からできてきたものだといやよくわかりませんけど、やっぱり海が近くにあるとですね、落ち着くんですね。それが山だという方もいるだろうし、都会のど真ん中がいいということも方もおられるんでしょうけど、海が本当に近くにあるというのはこれだけこう違うのか、なんでみんな海の近くに住まないんだろうぐらい思っちゃうぐらいですね、そこが一番でかいですね。で、海は海でもちょっとこじゃれたというか、辻堂海浜公園という大きな公園があるんですけど、ヤシの木がですね、ものすごい背の高いヤシの木が何本も生えていて、カリフォルニアじゃんみたいなね、そういう雰囲気を醸し出した素晴らしい公園があったりですね、もうフラッて行ってフラッて寝転んでするだけでこんなん青葉区でできないじゃんみたいな、そういうことなんですね。で、弁当持って行ってとか、ね、広げてそこで食べて、青葉区じゃできないじゃんみたいなね、玉プラだとかニコ玉だとか本当にいろいろ行って、ショッピングとかには最高な街ではあったと思いますけれども、もういいかなという感じですよね。はい。で、辻堂の方に引っ越しをしてきて、もう丸3年、来年4年目に入りますけれども、ワンちゃんと家族でここで暮らしていて、もう本当にいるものはないなっていうぐらい充実しています。この辻堂はですね、美味しいところもいっぱいあります。また青葉区引っ張り出してきて悪いんですけど、僕はこう藤ヶ丘を中心に生活をしていたのですが、そんなに言うほどですね、気に入ったお店っていうのはあんまりなくって、でこの辻堂はですね、いろいろお店があってまだまだ全然制覇できていないというですね、このコロナ禍っていうのもあるので、ぼちぼちにしてます。だから最初のうちはポコポコってちょっと回ったんですけど、途中からちょうどコロナが入りだしたので、回るところもセーブしながらという感じで、でしかも水泳になっちゃったということでですね、じゃあとんかつ食べに行きたいぞとかですね、大関行きたいぞって言ってもなかなか行けないという、そんな状況が続いています。で、言いましたように辻堂は海があって、で、駅前にはテラスモールというでかい、ショッピングプラザがあって、で T サイトっていうですね、蔦屋書店がやっている大きな本屋さんがあったりですね、湘南モールヒルというような複合施設、これも、スーパー系ですけれどもがあったりですね、とにかくお買い物とかには全然困らないと。で、ところどころにOK とかですね、スーパーが、声優とかですね、そういったスーパーも揃っていますし、僕たちはもう子供が大きく成長して、孫もいますけれども、もう九州の方に行っちゃってですね逃げられちゃいまして
僕は孫をなかなか会えないので寂しい思いをしてますが、今九州でね、キッチンカー今流行りのキッチンカー走らしてますけどね、頑張ってますけれども、もう子供たちもいないので子育てがどうのこうのっていうことはないんですけど、子育てもしやすい町藤沢っていうふうにね言われてるぐらい、いいみたいですね、はい、もうあんまりその辺僕勉強してないんでよくわからないですけど、ファミリーの方本当に多いですね、はい、でもともとこの YouTube をスタートさせたのが、まあモータースポーツ系からではあるんですけど、モータースポーツ、まあ、もともと言いますとモータースポーツジャーナリストっていうのを僕は実はやっていたんですね、今もまあその端くれではあるんですけれど、で国内レースはもちろん、F1 だったり世界耐久選手権であったり、そういったところの取材をできる立場にありまして、レッドブルエアレースであったりとかですね、とにかく早いもの好きで、数々の取材をさせていただいて、数々の方にインタビューもさせていただいて、単独インタビューでね、佐藤拓磨選手であったりね、室谷秀雄選手であったり、海外であると、セバスチャン・ベッテル選手であったり、本当にいろんな人とインタビューをさせていただいて、でそのモータースポーツを本当は YouTube でまずやりたいなというところだったんですけど、いかんせんですね、モータースポーツは、映像に関してはすごく、厳しいんですね。 YouTube でなかなかそのこうアップできないというような、がんじがらめになっている部分がありまして、本当最初の最初、もうあれ何年前かな、9年前ぐらいになるのかもしれないですね、等々力競技場で、J リーグの試合の間にスーパーフォーミュラーという日本のフォーミュラーマシンを走らせようぜという企画がありまして、でそれを走らせた時の動画が初めてこの YouTube というやつにですねアップをしたものだったんですね。でもうその後はずっと映像アップするというようなこともなく、で今度ハワイ行った時にですね、たまたま安いカメラを見つけたのでハワイの方でですね、でそれを撮ってアップして、でしてたらなんか急にハワイの動画の再生回数がドカーンと増えてきちゃったりして、おなんだこれと思いながらですね、で次行った時にカメラをもうちょっと進化させようというようなところで進化をさせて、持って行ってすると、あれよあれよということで30万再生ですかを突破するようなですねことが起こっちゃって、おーすごいなこれはということでね、ハワイの動画が中心になるのかなと、で沖縄の旅行の動画、夫婦で行く沖縄ということでアップさせていただいたりとかですね、しても皆さんたくさんの方がねこう見てくださったりするのでと思ってたら、やっぱりこのコロナで行けなくなっちゃったというところでですね、今ハワイ旅行の方も、国内旅行の方も自粛しているというところなんですね。で今中心はだから、この湘南の生活を中心にした動画を配信させていただいてます。でその犬が亡くなって新しいワンちゃんが来て、その新しいワンちゃんとの生活を中心に今送っ
届けをしてましてね。でまあ今僕が食べれるものぐらいはというところで行ったりもしてますけど、本当はハワイに行きたいですよね、早く。でこれもですね、ハワイアンエアラインを毎回僕はハワイ行くときに使うんですけど、の予約を取って、で、あとまあプリンスワイキキのホテルですねの方も予約を取ってしていたんですが、飛行機がその今年ですね、飛ばないっていうのが2回続きまして、でまあ当然ホテルの方も延期という形にしていただいて、で次じゃあいつなのっていうと、まあ一応5月あたりでということで予約を取ったんですね、飛行機の方を。でプリンスワイキキの方もそこへこう変更していただいてですね、予約が入っている状況なんですが、もう分かんないですね。実はまあワクチンの接種はもう2回終わってて、でもうすぐ僕は、1月の13日あたりかな、もうちょっと後かな、20日、1月20日ぐらいですかね、3回目の接種を受けるんですが、まあいかんせんですね、打ってても、打ってる証明持っててもどうなる問題でもないですよね。ハワイ行けるのは行けるでしょう。で入国もできるだろうし、ワクチンの接種証明持ってればね、いろいろこうお店入れたりとかもするんだと思いますよ。なんですけど、帰ってきてもですね、またこっちやこっちでいろんな制約がありますよね。10日間なのか2週間なのか分かんないですけどね、隔離生活が待っていたりとかしますから、そうなってしまうとね、なかなかやっぱり自営業ではないもんですから、いけないと、皆さんそういう方が多いと思うんですけど、まあとにかく今度の5月まずハワイアンエアの飛行機が飛ぶかどうか、飛ぶ飛ばないはですね、おそらくやっぱり日本の2週間隔離っていうのはすごく大きなファクターになっていると思います。この2週間隔離がなくなってきてね、通常に戻ってくれば当然飛行機は飛ぶでしょうし、まあ他の飛行機会社ももちろんその飛行機が飛ばないことにはツアーの方も組めないので、まず飛行機ありきと、でその前にはやっぱり、隔離2週間っていう、これがやっぱりまずはなくならないことにはですね、次に進めないのかなという状況ですね。なのでまあ5月うまくいけば、飛行機が飛べば、2週間隔離も終わってね、すればいいんですけど、まあオミクロン株が出てきたりとか、次に何の株が出てくるのか分かんないんですけど、また皆さんにハワイの動画をお届けできるのかなと。まあ徐々にですけど、本当機材もね、一番最初持ってたやつなんか GoPro のエッセンスっていうやつで、まあ手ブレ補正ついてないもんですから、皆さんからいただいたコメント、弱わと揺れすぎと、まあそんなコメント、お叱りのコメントもたくさんいただきましてね、まあ、それでもいっぱい見ていただいたんですけど、まあ、これじゃいかんということでね、GoPro の方も進化させたりとか、あとソニーのブログカムを買ったりとかですね、ジンバルを新たに追加したりとか、まあ、いろんなことをこう追加していってるのでですね、まあ、アイテムはそこそこ揃ってきているので、もうちょっとこうクオリティの高いかどうかはちょっと分かんないんですけど、ハワイの動画もですね、次回行った時にはもう少し小町なやつが皆さんにお送りできるんじゃないかなというふうに思って、5月期待はしています。はい、たくさんの方にね動画をこう見ていただきましてね、本当感謝しかありません。もうこう再生回数だとかいいねをもらったりとかするとですね、ああ作っててよかった、ああそうか、これはやっぱり皆さん望んでるとこなんだなとかですね、いろいろこう、あこれはいらないのかなとか、いろいろですね試行錯誤しながら
おじさん一人で頑張ってますけれども、はい、そんなことで来年も2022年寅年です。当たり年です。僕は寅年なのでね、来年当たり年なんですけど、本当にいい年になってほしいなと。膵臓の方もね、もうちょっとこう良くなって、5月にはね、やっぱりハワイ行けたら好きなものも食べたいですから、ガーリックシュリンプ食べたいですもんね。ガーリックシュリンプ今の状態で食べたら多分再入院になっちゃうかもしれないっていうやつ。まあとにかく体の方をね、まず治さないといけないところなんですが、皆さんも本当に健康だけは気をつけていただいて、冒頭申し上げましたけど、膵臓、これはもう本当に物言わぬ臓器というところです。お酒を飲む方なんかは特にですね、注意していただいて、で健康診断でもなかなか見つかるものではありませんのでね、じゃあどうすんのっていうところではあるんですけど、本当じゃあどうすんのなんですよ。ちょっとした体に異変が起こったら、あ、まあ大丈夫かじゃなくてね、特に我々シニア世代になってくるとですね、それが命取りになったりするぞというところもありますんで、なるべく早めに病院に行かれた方がいいんじゃないかなと思いつつ、皆さんの健康を祈りまして、この2021年、コバス TV も終わりにしたいと思います。本当皆さん2021年、ご覧いただきありがとうございました。2022年もですね、もう少しこましな動画をお送りできるよう頑張りますんで、一つよろしくお願いします。今年はどうもありがとうございました。皆さん良いお年を。 See you!